あと一人誰？メアリーマジでうざくね。メアリーうざくないですよにしよう。俺すごい真摯に行くわ。メアリーうざくないですよ。うざいわ。うざくないですよ。ロディさんもうざくないですよ。この俺の懐の深さ、あなたもうざくないですよ。これで一気にこいつが俺に目線合わせてくれるから。どっちも汚いで芸人もうざいわ。死ね。こいつムカつくわマジで。クソ腹立つなこのゴミ。せっかく俺がお前がしね、お前直接的な言葉使うんじゃねえよお前。俺がこんなに裾野広げてやったのによ。ゲイラ高校生、俺34歳だよ。俺32だよ。誰よりも年上だよ俺が。1985年8月17日獅子座。俺7月だわ。せバカ。大してかぶってもねえ。8月とかだったらお一緒じゃんってなったけど、7月とか別になんか一緒すんじゃねえ。東京に張り合ってくる千葉と埼玉見てるダセーわ。俺も7月。おらすげえ、俺のおかげで仲良くなってるなあ。俺の雑談力のおかげでメアリーとロディが仲良くなってる。カニ座って朝の裏で順位悪くない。うっせえお前、スピリチュアルを信じてるクソガキが。俺乙女座になりたい。ロディ、人狼以外の話したいなら出て行ってくれ。ちょっとな、厳しめに。厳しめに、これ社会の厳しさ。俺悪くねえだろ。俺悪くねえだろ。なんでてめえらあれしてんだ。徒党組んでんだ。おめえら喧嘩してたのにや。いい年してゲームすんだよ。うるさい。出てけ。俺人狼には厳しいから。俺人狼には厳しいぜ。ちょっとな、俺人狼には厳しいぜ。俺という男。うん、人狼最高って感じ。ただ俺が悪者になり、どうですか皆さん、俺が悪者になることにより、このロディとメリルの仲長くなってませんか。これが32歳の余裕です。メアリーと田中とゲイルうざ。ちなみにロディ殺そうとしたよ。いや、ここでカミングアウト。まさかのロディ殺そうとしていたことをカミングアウト。やつからの反応待ち。こうしてロディはチャット打ちたいのに30秒が打てずにカタカタあれしてんだろ。ほんで次の日に連投がチョークからババババババッつって。はぁ、マジうざ。イライラしてスタンプ連投するけど全然できてねえっていう。みんな仕方しろよ。こいつ仕方しろよ。ほら、ただっこ出てきた。いや、そんな言わなくていいんだ。ずっとやらしとけばいいんだよ。オッケー。嵐連投おっそ。人狼、楽しもうぜ。これでいいんだ。適当に聞くときは自分から言え。俺は23。
俺32だよ。それとなくな。俺15ロデは若っ。フェイ若っ。俺フェイ、こんなわけフェイと喧嘩してたのか。言いたくない。思春期真っ只中じゃねえか。ローディきつねが、俺正直に書いていい？ローディ、ローディきつねバレバレで笑った。バレバレで笑った。これマジで笑った。ローディきつねバレバレで。まさかそんな、ローディきつねバレバレだろ、これ。嘘つけて、お前満場一致やぞ。なあ。俺が W の使い方教えてやるよ。いや、満場一致やぞ。まあ、あとはミカ、嘘つかない。せえ、バカ、お前も無視や。ミカからリリアン。ちょっと大人の煽り見せていい？ちょっと、待て。わらわらわら。ローディキツネバレバレで息できんかわいいリアローディキツネバロバロでワロだそのまま窒息して死ね。ちょっと待って、本編何にも見てねえ。ちょっと待って。私釣らないとね。お前は人じゃない狼だって言うわ。あ、これ言うべ。ロディお前人間じゃない。お前狼だって言うわ。ちょっと待って、まだ。ちょっと待って。言わせろちょっと待って。言わせろこれ。これ言わせろ。ありがとうございました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 。ロディ。お前は人ではない。お前は狐だ。スローディーから返信欲しい。うざいわ。俺暗殺者だろ。マイク魔女メアリー霊能ミカ。え、ミカマジで強欲だったんだ。ゲイル32歳らしいよ。言うんじゃねえ、言うんじゃねえ。バラすんじゃねえ俺の個人情報。おかしくねえかこのカミングアウト。おつ、ただし清らかな匂いを残しつつ刺す。刺すそうと刺す。刺すそうと逃げる。あー、ちょっとなんか、生き残れねえな。いい職業引いたんだけどね。もうちょっとやろうぜ。物足らん。